ゲルフ写本の表紙、アウグスト公爵図書館、ボルフェンビュッテル・コルビナ文庫は、ルネサンス期に設立された、最も有名な図書館の一つ。ハンガリーをマーチャーシュ一世によって創設された。当時のキリスト教世界で、最も強制な支配者の一人だったマーチャーシュは、1460年頃から書物の収集を始めた。彼が死んだ時、蔵書は、約3000の写本からなり、 多くのギリシア語、ラテン語作家の著作4000から5000作品が書き写されていた。写本は代表的な文芸創作事業であり、ルネサンスにおける知識と学芸の地位を高まりを反映するものだった。16世紀にトルコ人がたびたびハンガリーに侵略を行った結果、写本は散逸したり破壊されたりした。650の写本だけが残り、現在はハンガリーや、 他のヨーロッパ諸国の図書館に保管されている。当時、マーチャー種の図書館は、アルプス以北のヨーロッパでは、最大の規模を誇っており、同時大臣の証言によれば、全ヨーロッパ世界でもバチカン図書館に次ぐ2番目の規模だったという。1489年、フィレンツェの住人バルトロメオデルフォンテは、ロレンツォ・デメディチが、ハンガリー王の図書館の例に習って、 自分のためのギリシアラテン語図書館を設立したと書いている。現存する写本のうち3分の2の作品は王の死後に制作されている。作品のうちの一部は皇帝コンスタンティノス・ポルフィロゲネトスの宮帝に霊指南書やニケホロス、カリストスクサントポーロスの教会史などビザンチンの古典や古典古代のヒュペレーデスの全作品フラウィウス・クレスコニウス・コリップス、 エクスピニアヌス、プロコピオスの著作といった原点を伝える唯一の写本が存在することも有名である。ハンガリーの国立聖地にニ図書館では、コルビナ文庫をデジタル化して復元を試みるプロジェクトが進められている。ありがとうございます。